鉄道調査員クロフォードチャンネルプラス東海ステーションズ、さようなら札沼線惜別解説プラス駅名記憶編、笠目テトが蛍の光で札沼線廃止区間北海道医療大学新十津川間を歌ってみた。 JR 札沼線愛称学園都市線、北海道札幌市桑園から終点新十津川まで 76.5 キロを結んでいた。桑園から北海道医療大学までは最大6両編成の電車が走り、通勤通学路線、札幌のベッドタウンとして沿線は発展した。しかし月形浦臼新十津川は沿線の過疎化、自動車普及などで年々利用客が減少、学園都市線という愛称なのに末端区間では1両だけのディーゼルカーが1日に数本走るだけのローカル線になってしまっていた。特に浦臼新十津川は1日3往復しかなかったのが、さらに近年1日1往復まで減便、日本で一番最終列車が速い駅として話題になった。そして経営の厳しかった JR 北海道はやむなくこの北海道医療大学新十津川間を2020年5月で廃止にすることを決定した。廃止を惜しんだ地元の人たちと鉄道ファンは札沼線にお別れ乗車や撮影に毎日多くの人たちが集まっていた。最終営業運転もゴールデンウィークの5月6日に設定、臨時列車を多数増便することが決まっていた。しかしコロナウイルスの影響により、その営業運転は4月17日に前倒し、さよなら列車に乗ることができなかった人たちは涙を飲んだ。本来であればこの動画を制作している2020年5月6日は札沼線の本当のさよなら列車が運転される日のはずでした。乗りに行きたかったな、見送りたかったな、やっぱり悔しい思い、悲しい思い、それぞれされている方が多いと思います。というわけで今回は友人東海ステーションズさんに作っていただいたバーチャルアイドル重ねてとの音声ソフトで蛍の光のメロディーに乗せて北海道医療大学から新十津川までの札沼線廃止区間の駅名を歌っていくというデータを使います。これに私が撮影した写真を使いまして、札沼線の各駅のね最後の姿を見送ろうという形でやっていきます。皆さんこんにちは。本日は JR 札沼線バーチャルお別れ会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。司会を務めさせていただきます大沼洋介でございます。85年の歴史に幕を閉じる札沼線、その廃止を惜しみ全国各地から皆さんにお集まりいただきました。そして本日のスペシャルゲストも紹介します。 YouTuber 東海ステーションさんとバーチャルアイドル重ねてとちゃんです。これから2人には蛍の光のメロディーに乗せて札沼線廃止区間医療大学新十津川間の駅名を歌っていただきます。どうぞ。Yeah!
東海ステーションズプラス重ねてとで蛍の光で北海道医療大学新十津川間の駅名を歌っていただきました。お二人ともありがとうございました。皆様もう一度お二人に拍手をお願いいたします。さて皆様には新十津川駅のレール終端部分をご覧いただいております。本来は終点は新十津川駅ではなく、ここからさらに北にある石狩沼田駅、留萌本線の石狩沼田までつながっている 111.4 キロの路線でした。札沼線なのに沼という字がつかないのは新十津川石狩沼田間が廃止されてしまったからでございます。新十津川駅の北を流れるトップ側には今でも石狩沼田を目指していた線路の鉄橋が残っております。そして2020年5月7日に北海道医療大学新十津川間が廃止されてしまうと 76.5 キロの札沼線はさらに短くなり 28.9 キロ、北海道医療大学が終点の駅になってしまうのです。隣の石狩金沢の字も消されてしまうことでしょう。そして長年札沼線を走り続けてきたキハ40ディーゼルカー、今回の医療大学新十津川間の廃止によって電化されていない区間がなくなってしまうために、おそらく今後札沼線にキハ40型が臨時列車以外で入ることはなくなってしまうかと思われます。5月7日から札沼線、学園都市線はおそらく全て電車のみになってしまうと思われます。非電化区間、新十津川までの区間が廃止になると、あとは桑園、北海道医療大学間、電化されている区間だけになりますので、これで全ての列車が電車に統一されるという形になりますね。皆さん、札幌に帰られた後もですね、どうか学園都市線の電車を見たとき、ね、そういえば昔新十津川にグリーンの帯のディーゼルカーも走っていったよな、なんてどこか片隅で思い出していただければ幸いでございます。さて皆さん、いよいよ浦臼駅から石狩当別駅、最後の列車が出発するお時間となりました。ここまで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。最後にこの列車をみんなで心の中から手を振ってお見送りお別れしましょう。ありがとう札沼線、85年間お疲れ様でした。
以上をもちまして JR 札沼線バーチャルお別れ会を終了とさせていただきます。全国からお越しいただいた皆様、そしてスペシャルゲストの東海ステーションズさん、バーチャルアイドル重ねてとちゃん、改めて本当にありがとうございました。というわけで皆さん、かなり長い、まあ私のこう茶番みたいなものもやっちゃったんですけれども、東海ステーションズさんと重ねてとちゃんの蛍の光で札沼線北海道医療大学新十津川間メロディー乗せて歌っていただきました。いかがでしたか。私のまあ下手な写真も一緒に見ていただいたんですけれどもね、どうかこうね、こういう列車が走っててこういう駅があったんだって、あの空知の田園地帯の中にこういうローカル線があったんだってね、どっか片隅で覚えていてください。そして忘れないようにしててほしいなと思います。それから厳しい経営状況だとかコロナウイルスの問題もある中、なんとか最後まで列車を走らせようとしてくれた JR 北海道さんだとかね、親切に案内してくれたり、あったかいお茶飲ませてくれたりね、こう私たちをいつも温かく出迎えてくれた沿線の地元の皆様、それから今回ね、素敵な歌とデータを提供してくれた東海ステーションズさんと重ねてとちゃん、そして札沼線浦臼石狩東別間の乗車だとか、今回の廃止区間の駅舎の調査撮影および石狩沼田までの、先行廃止区間のね調査なんかも一緒にやっていただいた廃線情報センターの京都支部長、そして新十津川でコラボ配信呼んでいただいたライト EX チャンネルの坂さんと MT さん、ね、ありがとうございました。で今回の北海道医療大学駅の画像提供をツイッターで呼びかけた際にですね、データを提供していただいた鍋ちゃんさん、北斗261さん、千冊なえねさん、お三方本当にありがとうございました。北海道医療大学駅、本当であれば春に撮影したかったんですけれどもね、コロナの影響で行くことができなくなってしまって、それでなんとか北海道医療大学も皆さんに分かりやすいように説明するためにやっぱり画が欲しかったですよね。でやっぱり札沼線がつながってた時の医療大学駅の雰囲気ってのもやっぱり見たかったんで、改めて見ることができて本当に感謝しております。ありがとうございます。それから、夕張線のラストランにね、一緒に乗っていただいて、いろんなお話、現地で知り合って聞かせていただいた皆さん、また札沼線も一緒に乗りたいねっていう話してたんですけれどもね、今回その約束が果たせなくてすみません。そしてそれでもね、1年経った後でもね、覚えていて連絡くださったっていうのもね、すごく嬉しかったです。いつかねコロナ収束後にまたどこかでお会いできたらいいなって思ってます。そしていつもコメントをいただける方ね、温かいコメント書いていただける常連の皆さんもありがとうございます。今回この動画を初めて見た方もね、どうぞ遠慮なくコメントいただけたら嬉しいですね。いろんな札沼線のお話をねみんなでしませんか。思い出感想とかね、廃止後どうなるんだろうとかね、駅がもし保存されるんだったら見に行きたいなとかね、いろんなお話大丈夫です。ぜひ書いてください。
本当はね、もう殺傷戦のお話ね、このまま多分24時間ぶっ通していける自信があります。でもまあ長すぎるとね、皆さんも疲れちゃいますんでね、また次回にしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。鉄道調査員クロフォードでした。